マクロを本格的に勉強する前の、その入り口的な内容なんですね。つまり、今回の内容っていうのは、マクロの記録機能から Excel VBA に踏み込むまでの、その壁になっている部分を取ろうっていうような内容で、構成させていただいたんですが、すでに VBA やられてる方っていうのは、もうレベルがそれほど高くないので、不満かもしれないですが、ご了承お願いいたします。では、その入り口編のその目次に行かさせていただきますが、自動売買の概要、それから UWSC および REC-I の使い方、それから Excel の記録機能およびマグロの使い方、Excel でトレードシステムを作成する上で注意すべきこと、マクロ記録機能から一歩進んだ Excel VBA の使い方、それがまとめです。それで、第2回の方の目次、これ概要編でやったんですが、これちょっとそのレジュメには今ないんですが、その概要編にはこれやってるんですが、第2回は前回のおさらい、新たな VBA の世界へ、それから UWSC の構文は Excel VBA に似てる、それから縦玉把握と注文状況の把握、それから Excel VBA のさまざまなモジュールの使い分け、Excel でリアルタイム分足チャートの表示、それからまとめなんですね。で、この違いは何かって言うたら、全部やろうと最初考えてたんですが、2回に分けてレベルを落として、今回は記録機能だけでできるような内容、それはトレードシステムと売買注文の成り行き注文ぐらいなのですが、それを今回実施させていただこうっていうことで、やらさせていただきます。では、次のページ行くんですが、それで UWSC と REC-I、それから Excel の3つのソフトを使う理由なんですが、これトレードステーションとか使われてる方だったらもう1つでいいんですがね、この組み合わせだったら3つ必要になる理由があるんですね。で、まず REC-I はインターネットエクスプローラーの操作記録をすると、で UWSC は REC-I で記録したインターネットエクスプローラーの操作を実行すると、で、Excel で、ただそのこれでは計算っていうのは苦手なので、エクセルでテクニカルなどを計算すると、その分析結果をエクセル VBA を用いて REC-I で操作記録を行ったマクロを UWSC で実行するっていう手順になるんですね。28ページの上の部分ですね。で、ちょっと立ち上げてしまいましたが、で、このビジュアルベーシックエディターっていうこの編集みたいなマーク、これをクリックしたら、さっきのその記録されたマクロの内容が出てくるわけです。その後、この標準モジュールっていうのをクリックします。で、標準モジュールのモジュール1っていうのを見ると、第1回自動発注システム構築セミナー。本セミナーはテクニカル分析をルール化した後の実際の売買を機械的に注文まで執行することを目的としています。機械的なルールに基づき売買手法の構築と検証は完成したが、実際の注文は手動で全ての銘柄を執行できなかった。売買シグナルが発生したのに気がつかなかった。日中は他の仕事があるために注文ができない。本セミナー DVD では、そのような問題を強力に解消します。自動売買は、プログラムができないと無理だ、トレードステーションが使えないと無理だ、など、難しいように思えますが、実はとても簡単なのです。本 DVD は、VBA をこれから勉強しよう、UWSC の構文についてこれから勉強しよう、という方にお勧めでき、VBA アレルギー、そんな方でも大丈夫です。VBA を一度も触ったことがない方でも十分触れるようになります。今回のセミナーのほとんどは、このフリーソフトである UWSC のインストール方法から始まり、UWSC と Excel のマクロの記録機能の使い方を説明するセミナーとなっています。